ルイス・アントニオ・ヒメネス・スガルセスは、チリ・サンティアゴ出身の同国代表サッカー選手。CD ・パレスティの所属。ポジションは MF。母国で確固たる評価を確立せずに、ヨーロッパのトップリーグであるセリエ A で成功したという点で、珍しいキャリアの持ち主である。ニックネームは、エルマゴ。ルイス・フィーゴをして、テクニックはすでに完成されていると言わしめるほどの、 テクニックを持つ。利き足の右足だけでなく、左足も使うことができる。パレスチナ系チリ人であり、彼らと縁深いクラブである CD パレスティーノでキャリアをスタートさせる。2002年にイタリアのテルナーナカルチョへ移籍。4シーズンで88試合に出場し、25ゴールを挙げた。2006年の冬の移籍史上で、 アクフ・フィオレンティーナに共同保有選手として移籍。主に右のウィングとしてプレーしたが、センターフォワードも務めた。同クラブでは19試合に出場し、3ゴールを挙げた。2006年6月末に、テルナーナは、保有権を買い戻したが2006から07シーズンを、セリエ C1 で戦うことが決まっていた。セリエ A の SS ラツオが買い取りオプション付きの、 レンタル遺跡オファーを提示したが、テルナーナは、ジクラブ4選手の給与の支払いを要求し、交渉は決裂した。自身は、テルナーナに残留することになったが、クラブの措置に不満を抱き、フィファに提訴し、テルナーナで、プレーしない意向を示した。2007年1月15日、最終的に、ラツヨと1100万ユーロでのレンタル遺跡に同意。 同月27日の US チッタディパレルモ戦に出場した。2007年7月15日、インテルナチオナーレミラノへのレンタル移籍が発表された。UEFA チャンピオンズリーグのフェネルバフチェ、SK 戦でインテルでの初得点を記録。12月のフルスフィオレンティーナ戦でもゴールを決めた。さらにフルス、ラツィオ戦では1アシストを記録した。シーズン終了後に、インテルへ、 共同保有で移籍。しかし2008から09シーズンは怪我の影響もあり6試合の出場に止まった。ウエストハム時代2009年6月23日、イングランドプレミアリーグのウエストハムユナイテッド FC へのレンタル移籍が発表された。同年8月15日のウルバーハンプトンワンダラーズ FC 戦でプレミアリーグデビュー。 11月25日のバーンリー FC 戦では、プレミア初得点を記録した。2010年1月、パルマ FC へ、レンタル移籍し、イタリアに復帰した。シーズン終了後にテルナーナへ復帰し、2010年8月31日に、AC チェゼーナへ、レンタル移籍。チーム内得点王となる9得点を記録し、クラブの、セリエー残留に貢献。 シーズン終了後にチェゼーナは完全移籍を望んだがテルナーナが難色を示したため交渉が決裂。フィファへ連盟規約第17条に基づいて再び提訴してルナーナとの契約を解除した。2011年6月29日アラビアンガールフリーグのあるアハリドバイに4年契約で移籍した。クラブのアンバサダーに就任したファビオ・カンナバーロの 存在を中東への挑戦の要因として挙げている。シーズン終了後には、UC サンプドリアやフィオレンティーナからオファーが届いたが、アルラシードスタジアムでプレーを続けることを表明した。同クラブではキャプテンを務め、数々の国内タイトル獲得に貢献した。2015年7月4日、アルナスル SC と2年契約を締結した。2016から17シーズンより、 カタールスターズリーグのあるアラビドーハに加入。リーグ戦22試合10得点を記録した。シーズン終了後にアルアラビとの契約を双方合意に、基づき解除し、2017年7月15日に、同リーグのあるガラファと2年契約を締結した。翌年1月30日から半年間は、カタール SC でプレーした。2017から18シーズン終了後に、 母国の CF ウニベルシダでチレやウニオニエスパニオラと交渉したが移籍は実現しなかった。2018年8月9日自身がプロデビューしたクラブであるパレスティーノへ16年ぶりに復帰した。2004年4月28日のペルー戦でチリ代表デビュー。2005年6月4日にはマルセロ・サラスの代表における35得点目をアシストした。 初得点はワールドカップ予選のボリビア戦で達成し、4日後のベネズエラ戦でもゴールを記録した。チリ代表ではキャプテンを務めていた時期もあった。ありがとうございます。